今年8月に浪江町にオープンしたおむすび専門店縁。開店まで2時間半。オーナーの栃本あゆみさんが仕込みを進める店内には、さまざまな具材の香りが漂います。栃本さんは高校を卒業してから、ふるさとの浪江町を離れていましたが、2年前に町へ戻りました。私たちの家族のように帰りたくてもこう帰れなかったとか、そういう方たちって他にもいると思うので、なんかそういう方たちがこうね、気軽にまたこう帰ってこれるようなお店をこうね作りたいなと思って。栃本さんの家族は原発事故で避難を強いられ、父親と祖父母は帰りたくても帰れない状況の中で亡くなりました。家族の死をきっかけに目標となったのが、浪江町にただいま、お帰りと言える場所を作ること。ふらっと一人で来て、もうこうほっとしていただけるような空間作りたいなっていうのと、あとおむすびだったらやっぱり小さなお子様からお年寄りまでやっぱ皆さん召し上がっていただけると思ったので、その第一歩として去年、浪江町のチャレンジショップにおむすびのテイクアウト専門店を開店させます。ただこの場所での営業は1年までという条件付きでした。必ずまた戻ってきてねとか、また絶対、ね、再開してねとか、待ってるよ待ってるよ、いつなのって、すごいやっぱそういうお声もたくさんいただいて、やらなきゃなっていうような気持ちになれました。独立に向けて準備を進め、念願の自分の店をオープンさせました。お昼時になりまして、こちらのお店にはお客さんがおむすびを買い求めています。少しずつこの浪江にも活気が戻ってきたように感じます。はい、たらこと卵黄ですね。はい、お待たせしました。以上でお揃いですか。はい、はい、新しい店では握りたてを店内で味わえるようにしました。おいしいよかった。テイクアウトしか前のお店ではしなかったので、今はもうここで食べて、さらに夜の分を持ち帰るという感じですかね。ふるさとでの開業とあって、久しぶりの再会を果たすことも。中学校の時の部活の後輩がやってて覚えてないだろうなと思って静かに食べてたら気づいてくれたので、もう本当に十何年ぶりに再会できました。頑張ってる姿見れて、あと心が温まるというか、嬉しい気持ちになります。人と人との結びつきやつながりを大事にしたいとの思いから、おにぎりではなくおむすびと呼ぶ栃本さん。会津坂下町産のコシヒカリで、浪江のニンニクやシラス、卵黄の醤油漬けなど、およそ15種類の具材を優しく包みます。こんにちは。受け戸に上がったシラスで作ったちりめんじゃこのおむすびをいただきました。七味や山椒がピリッとするんですけど、でもこの辛みとちりめんの塩味がすごく絶妙なバランスです。ふんわりとして口に入れるとほろっとほどけ、どこを食べても具材を味わえる栃本さんのおむすびです。自分のやっぱり故郷でもあるので、育ててもらった町なので、これからも一緒にこう自分も成長しつつ、この変わっていく浪江町を見ていきたいなって思ってます。成長、変化の一つになればと始めたことがあります。その準備のために訪れたのは
南相馬市小高区で営業する八千魚店。500円か600円。新鮮なカツオをおろしてもらいます。ただ、これはおむすびの具材ではありません。午後5時半からの夜の営業。おむすびはもちろん、カツオの刺身なども揃え、県の内外から訪れた人の憩いの場になっています。おにぎり屋さんだから飲めないと思ってきたんですけど、結構お酒いっぱい並んでるんで、浪江泊まってどっか行こうっていう時になんか選択肢増えるのすごい嬉しいですね。明るい感じがいつもするんで、はい、こっちも明るい気持ちになって帰ります。栃本さんの人柄、そして特製のおむすびが多くの人を引き寄せています。こんな小さなお店なんですけどね、皆さんいろんな本当常連さんから新規の方からいらっしゃっていただいて、私のこう求めるこうつながり縁、なんかそんなのが生まれたりとかして嬉しい光景ですね。新しいまたにぎわいのある街ができていくのを、そうですね、見ていたいというか、そこに一緒にこう携わりながら行けたらいいなと思ってます。